ここで高潮に関する情報をお伝えします。まず雲画像をご覧ください。現在北海道道東付近に低気圧があるというふうに見られます。この低気圧の中心気圧ですけれども現在は950ヘクトパスカルを下回っているとみられます。この気圧の低下によって現在高潮が発生をしておりまして、こちらは気象庁のホームページによります、根室花咲港の潮位データとなります。この黒い実線が天文潮位と言いまして、気象の条件が一切絡まなかった時の潮位の変化、これを0センチとして表しているんですけれども、現在はそこからおおむね80センチぐらい潮位が上がっています。これは気圧の低下が影響しているというところが大きいんですけれども、まだこの後も道東エリア中心に気圧の低い状況を継続していきます。そして高潮のイメージ見ていただきますと、強風での吹き寄せ、それによる潮位上昇、気圧低下による潮位上昇、そして満潮による潮位上昇、この3つが重なった時に最も上がるんですけれども、まさに現在はそのピークという形になります。現在からこの後の満潮時刻を見ますと、根室がこの後5時55分、釧路が6時8分、網走5時31分、先ほどですね、になるなど、まず朝の段階広く警戒をしてください。そして低気圧の動きが遅いです。気圧が低い状態がこの後も継続することによって今日の夕方の満潮ですね、こちらのタイミングでも再び高潮の可能性があります。今日は1日を通して注意するようにしてください。沿岸部では冠水などが起きる恐れがあります。冠水など起きた場合は無理に避難せずに建物の2階などなるべく高いところに上がるようにしてください。引き続き低気圧の動向に十分ご注意ください。